あら、あら、ここはなんかトレーラーとかでももしかしたらちょっと見たことあるやつですか。百英雄伝続きいきます。マイクロペーサーどうぞよろしく。さあ今は力を蓄える時、各地を巡ってみようっていうことで、ちょっぴり仲間探しをなんかしなきゃいけないっぽいので、各地を巡り始めたところではございますが、前仲間にできへんかったこいつらを仲間に、インペリシャークへ向かうかい。スカーレットさんは仲間になるわけではないのか。そうかい、また用があったら話しかけてくれ。おい、じゃあこいつが前仲間にできへんかったけど今なら、お、いきなり。その程度の攻撃、なんか方法があんのかな。うん、ただダメージ与えるだけじゃあかんのかな。どうよ、あかんのか。悪くない、だがこのレイナさんの心を動かすほどの攻撃じゃなかった。死にかけとったやろかい。レイナさんはしばらくここで修行してるから、いつでも挑戦しに来な。なんかシールドを破壊する攻撃があるっぽいよね。ああ、とりあえず今はまだこいつちょっと無理なんかな。まあそんな見た目だけのキャラいらんけどな。な、お前は何を依頼されてたんだっけ。まだ金は貯まってないようだね。あ、普通にお金さえあればっていうタイプか。5万ぐらいやったな確かな。じゃあまたどっか行きましょう。お、ここにその相手が、こいつが言うてた町がここやったっけ。ああ、女格闘家として有名でな、はあ、まあ会ったのはかなり昔のことだから今はどうなってるかわからんが、ばあさんになってるとはいえ、お、その気強者のオーラはわかるもんだ。おばあはんなのね。なんか向こう側に気になるやつおるけど、これは違う。まあおばあはんちゃうけど。おや、べっぴんさんだ。ちょっと聞きたいことがあるんだが、いいか。たまにでもあるよね、姿は若い時のまんまみたいな、そういうキャラ。はい。格闘家のおばあさんを知らんか。名前はラムっていう、うん、ここらに住んでいるはずなんだ。おじいさん、探してみるといいけど、そんなのは知らないね。こいつやな。そうかい。ところで、あんたどっかで会ったことがあるかい。見覚えがあるような。はあ。なんだいそれは。そうかい。ありがとな。仕方ない。他を探してみよう。なんだいそれはってなんだい。まあでもあいつやろな。あの娘、やっぱり見覚えがあるような。歳は取りたくないもんだな。龍は何歳な。ああ、そうだ思い出した。はあ、あれはノア、もう一度あの娘に会いに行くぞ。はあ、まったくからかいよって。どうやって若い時の姿を保ってんやろうね。仲間なってなるんやったら早くなって。おい、どういうことだ。え、なになに、こ、怖いよ。ん、あんたはあのラムの若い頃にそっくりだ。知らないなんて嘘だろ。というかだな、若いのにその気の寝れ方おかしいと思ったんだ。うん。な
なんだ、バレたのかい。あら、ふぅ、めっちゃおばあちゃん。やっぱりあの姿のままは疲れるね。あ、すごい気がいるのね。な、何、入れ替わった。魔法ですわ。こやつめ、格闘術だけでなくそのような怪しげな術まで使うか。あ、すごいね。気を練って体に活力を与える、そういったものの応用みたいなもんだ。うん、それに気がつかないからね、面白くて無理してあの姿のままでいたんだ。ジジイのために。くっ、勝負に負けたからといってからかよって。おや、もうボケ始めたのかい、リュウハン。リュウハンの方がまだ若いな。最後にやった勝負に勝ったのは私じゃないか。何年前よ。違うわ、勝敗の数だ。通算じゃわしの勝ちだろ。それこそおかしいだろう。通算でも私の勝ちだってね。どうしよう。リュウハン、話が。おっと、そうだった。なあラム、話があるんだが。仲間なるんかい。ああ、うん。どうも。なるほどなるほど、あんたが噂の同盟軍のリーダーだろ。うん、いい気の流れをしておる。それで私の力を借りたいと。ああ、うん、そういうことだ。ラム、あんたがいれば100人力だ。そうだね、こんな世になってるってのに、若いのにばかり責任を負わすわけにいかんからね。分かったから早く。リュウハン、あんたが戦いに出るってなら行かないわけにいかんわ。なりました。衰えぬ剣聖、拳の聖。それじゃあよろしくな。私は一足先にお城へと向かうとするよ。戦闘も参加してくれたりすんのかな、あいつ。まあ、もしかしたら剣聖の力で戦闘の時だけ一時的に若返ってなんてこともありえる。お、こいつもよく来なすったな。ババ同盟軍のノアよ。あの、なんか、え、俺のことを知ってるのか。子供探しであなたが必要って。会うのは初めてじゃがな、来るのは分かっていたのじゃ。んじゃあ会いに来い。そうか、やっぱり占いで。占いとは正確には違うの。うん、私に見えるのは過去じゃ。霊感が過去を教えてくれる。過去を知るだけ。過去は今につながり、今は未来へとつながる。過去の流れを知れば、幾ばくかは未来を見ることもできる。はあ、それは占いのようなものじゃな。そしてそれを見る私は霊媒というわけじゃ。霊媒。なるほど。さて、それじゃあ早速参るかの。うん。え？同盟軍を勝たさなければならぬのじゃろ。はい。そのためには心ある者の居場所を知り、その者を集めねばならん。人なき場所には何も生まれぬのが道理じゃ。私の力はその助けになるであろう。嫌だと言うても行くぞ。お前と直接会うて、お前は勝たねばならぬ人間だと分かったからの。お、力を貸してくれるのか。お願いします。そうじゃと言った。こうなるかと思い荷物をまとめておいたんじゃ。いいんすか。それにあの小娘も助けてやらんとな。あー、あの小娘、あの足早コンスメのことかな。すべてを見通す戦術師、バーバーバ。ああ、心配せんでもいいぞ。
ちゃんとお前さんの町がどこにあるかは見えておるからの。うん、勝手に行かせてもらうぞ。オッケー、よし、これでこの町はこれぐらいかい。またこの町か。パンダ仲間にはならんわな。ここで図書館のやつを仲間にして、だいぶ前やけど、あ、ぽいのがいるぞ。こうなったらもうでもあの、すみません、じいちゃんはいらんかな。そこの旅のお方、少しよろしいですか。はい。俺が、なんでしょう。はい、私は葵と申します。うん、東方の国より武者修行で飛び出てきたのですが、船を渡りに渡ってたどり着いた先はこの異国、うん、違う国の環境にもなりますと右も左も分からず困っていました。これでは本来の目的である探し人どころではなく、はあ、人探し、誰や、誰か探しているのか。はい、 おそらくユーゴという名で活動している剣士です。知ってるよ。わかった、探してみるよ。いや、探してみるよちゃうやろ。彼を知っているのかを尋ねたかっただけで、探してとはまだ…っていうか仲間にいます。でも、そうですね、はあ、お願いしてもよろしいですか。ノアです。ノアだ。はい、では、よろしくお願いいたします。ノア、すぐ呼び捨て。宿屋はここにあったかい。あるね。まあユーゴか、全然使ってなかったけど。まあでも流藩が一旦これで必要なくなるかな。あのばあちゃんも呼べるんやな。とりあえずじゃあユーゴと、いいちょうど体が温まっていたんだ。あー、メロールも一旦ちょっと、ばあちゃん気になるからな。ちょっとセイ外すか。せっかくやけどな、セイ。いや、ウェーバーズさ。この拳、ばあちゃん未だ衰え知らずじゃ。ばあちゃん、さあ行こうぞ。遠距離なんやな。あ、でも流藩と絶対組ました方が、なんか多分コンボ技持ってそうやから。わかった、ちょっとこの感じで様子。うん、お前までおったんかい。わかった、また呼んでね。カバン全然帰れへんな。カバンの大きさが変わるためパーティーを抜けられません。困ったやつやで。カバンはカバンで、よけ、めんどくせえ仕様やけど、しゃあねえんでしょうな。で、どうだい。お久しぶりです。いや、先日の件は数分も経ってへんと思うけど。葵か、お前なんだってこの国に。そんな遠いんかい。ユーゴ、やっと見つけました。それはこちらのセリフです、うん、あの日も稽古をつけてもらう日だったのに突然いなくなって。まあそれはよくない。いや、それはすまなかったな。俺には使命、ああなんだ、うん、とにもかくにも無事でよかった。みたいやね。青い、ああ いえ、このまま感動の再会で喜ぶなんてダメです。はあ、あの日から私がどんな気持ちで一人で修行をしてきたか、ここまで来るのにどれだけ腕を上げたか。お、戦えて。今日こそちゃんと成長した私の姿をユーゴに見てもらうんだから。ああ、くー、こんなところで。相変わらず血が昇ると止まらない性格だな。ノア、すまないが血と協力してくれないか。一つ喧嘩を終えれば落ち着くだろうから。え、俺らも参加すんの。もちろん、こちらは構いません。え、1対6で来いって。わかった、1対6はちょっと。では
いざ勝負です。やりすぎちゃいますか。1対1かい。戦う、あ、普通の攻撃、 SP が高いほど。そら来いよ。いや、挑発カウンター、これ弓やったら相手がこれならどうです、意味ねえんじゃねえの、うん、やめて、結構食らう、強いよ。やばい、思った以上にやばい。おい、だ、食らえ、ほら、いや、ダサ、やばい、死ぬ、挑発、おいや、カウンターしよ、カウンターせえへんのかよ、お前は。まさかの恥ずかしい、恥ずかしいアイテム使い、あ、あ、ユーゴー、おい、手加減したのですね、ユーゴ。いや、まだ一人前とは認めてくれないのですか。いや、薬草使おうとしたんですよ。しまった、バレてへそ曲げちまったな。おい、ああなったら仕方あるまい、一旦出直そう。ユーゴよ、これどうなん、今のレベルぐらいでいけるもんなんかな。来ましたね、ユーゴ、先日の再戦といきましょう。ああ、頼んます。今日こそちゃんと成長した私の姿をユーゴに見てもらうんだから。はいはい、戦うの今度。いや、 HP1 になってるそれはそれはええやん。これならどうです。おい、せめて回復しといてくれ、ふざけとんな、そういう仕様はちょっとふざけとんな。なんや、大人が作ったゲームか。おい、頼むで、お前ら。もっと回復、これで今度こそ様子見たりとかした方がええんかな。勝負、最初絶対使ってくんのよな、相手の攻撃を必殺カウンターで。これで決めます。返して、返してくれる気ないよね、お前。やあ、おい、くらえ、全然やん、もう終わる、もう終わるで、お前。ユーゴが、ユーゴが雑魚すぎるぞ。おい、そこ、どうだ、アイテムばっか使わなくね、これ使ってくるよ、強いの。こっちだって回復してやるんだから。これならどうです。一旦これでリセットやで。あ、もう一旦使ってくるだと。じゃあこっちだって、頼むで、ユーゴ、頼むで、ユーゴ。おい、一丁上がりだクソ、薬草使っとったくせに。ユーゴ、ダサ、ダサキャラやな、お前そんな、まだまだだな、余裕は。感情に任せて戦ってるから、お前は大振りになっていることにも気づかない。クソダサいぞそんな、あの日から私は一人で頑張ってきたのに。残念。まあいいよいいよ、俺とこいつの親父が昔からライバル関係でな、こいつとの付き合いもガキの頃からなんだが、いつもこうなんだ。結構じゃあユーゴ年いってんじゃね。こいつの親父さんとの手合わせの時も、初めて見た日はピーピー泣いてたか。あら、普段はあんななのにギャップがなそうか、だからか。はてな、うん、いつものユーゴとは雰囲気が変わってるように感じてさ、よっぽど気を許してる相手なんだな。そうかな。
子供だ。悔しいんだから仕方ないじゃない。それに今は昔のこと関係ないし。とはいえ、なんだ、いろいろとあったがちゃんと強くなったな、葵。と、まあそういうわけだ、ノア。ああ、どういうわけ。葵も一人前に成長したから仲間にしてくれないか。もちろん。大丈夫なんかお前らは。仲間なりました。よし、それじゃあ一人前記念になんか食いに行くか。ユーゴと葵もセットにしないともったいないキャラやな。甘どら焼き。わかった。それじゃあ甘味どころに連れて行く。はあ、甘いもん好きなやつ。この後すぐにな。いいよな、ノア。嫌です。仲間じゃなったんだね。せっかく、ま、コンボで組み合わせたらなんか見れそうなやつらやから、メロールすまんな。一旦、また絶対に呼んでね。一旦これでちょっと様子見させてもらうわな。あとはこの町、あ、お前は前あそこにおったやつかな。名前忘れたけど、これはアンラッキーだ。あの砂漠の巣穴におったやつ。せっかくのお宝を前に諦めるか。いや、うん、いや、ユー。おう、確か砂漠で見かけたな。やっぱそうや。どうだい、エキサイティングなチャレンジに興味はないかな。なんだいそれは。もちろん報酬は考えるさ。手伝ってもらえないかな。どんなんでしょう。エキサイティングなチャレンジ。ああ、もちろんさ。このトゥーノーズの近くに実にアメイジングな場所があるんだ。うん、信じられるか、巨大なカメがいるって話なんだ。ダンジョン系か。大岩気ウィルシュヌ。うわ人が乗れるところじゃない。そいつ自身がダンジョンだって。何それ、信じられないだろうが、こいつはこの世のトゥルースだ。そこへ一緒に行ってくれないか。この世の真実、仲間になってくれるんやったらいいで。なるほど、わかった。仲間になってくれるなら手伝ってもいい。どうなんこの取引条件。おお、さすがだ。あ、ええの。もちろんプロミスだ。あー、また変わんのかい。せっかくちょっとパーティー変えてるから、お前は、あ、レベル50もあるよお前、強っ。いやー、やけどな、ノアと変えてもな。あー、すまん、一旦ちょっとお前、俺も乗ってくぜ。同行者として見させてもらう。さあさあ、大岩気までもちょっとしたアドベンチャーだからな。うん、さっそくゴーだ。いやけどちょっとこのパーティーで行くの、え、ちょっと危険かも。すぐにか。さあさあ、大冒険、はあ、血湧き肉踊るアドベンチャー。全然まだ他のキャラ育ててない。その先にはトレジャーが待ってるさ。はあ、どこに行くの。何ここ、知らんマップっぽいね。まあ一旦戻れるんやったら、そこ往復しつつちょっとキャラレベル上げてでいいかな。ここがそうなのか。そうなの。言っただろ、ちょっとしたアドベンチャーだって。はあ、ああ、確かに船でこいつに追いつくのは簡単じゃなかったし、ここまで登ってくるのも。どうやって来たのか見せてくれよ。あった、ノリが悪いな。本番はここから行こうぜ、楽しいレンズハントの時間さ。お、本当に大丈夫か。
オーケー、心配するなよ。この先にはお宝があるんだ。俺はローレンズを手に入れる。こいつはお宝だ。ノアは俺を仲間として手に入れる。これもお宝だな。ウィンウィンってことさ。結構大変そうやで。さあド派手に行こうぜ。はあ、で疲労でもってレベルまだラムとか20やから育てたりもせなあかんやけど。あっと、どうしたんだいの。あら、まさかおじけづいたなんてことはないよな。同盟軍のリーダーノア。宿屋とかに戻れたりは。まあでも一応戻ることはできるってことだよね。いや、行こう。はあ、そう来なきゃな。お宝が待ってるんだぜ。 Here we go。 うるせえ。 MP とかが持つかどうかなのよな。あとはあんまりまだ鍛冶屋とかでこいつらの武器レベル上げたりとかもしてなかったからさ、それがどうなるかなんですけど。オリハルコン、一応なんかそれなりにええ感じのアイテムは多そうな場所ですが。さあ来い。ちょっとなんかヤバそうなんでできてません。これ いけるやつかな。コンボでもお前らのもうちょっと見たいからな。大丈夫かい。教室つとりあえず攻撃で様子見。ずっおいちょっとちょっとちょっと全くもってダメだ。さよなら。ちょっとレベル上げてから来なあかんというか、キャラも結構選抜して来なあかんかもよ、このマップ。すまんな、ちょっと一旦帰らせてくれよ。これはダメだぜ。一度戻ろう。ああ、あっと、そうか。ああ、諦めてない諦めてない。やったるけど、ちょっとレベルだけ上げさせてや。よし、戻ってきたぞ。ってことは、俺はここで待ってるから、用事が終わったらまた戻ってきてくれよな。一旦俺たちをアドベンチャーが待ってるんだぜ。一旦こいつ同行者から抜けるっていう、そういう感じやね。まあいいでしょう。とりあえずああいうのがあるっていうのが分かったから、まずは適当に他のマップをちょっと見て回りましょうか。このマップというか、ここをなんか占領されたとか言うてなかったっけ。全然、あ、お前ここにおったんかい。釣り、いや久しぶりだね、ノア。はあ、釣り竿は使ってくれているかい。うん、たまにな。俺かい。ああ、エルンサイドからここまで流れてきたんだ。うん、流れに逆らわないで生きるってことさ。流されたのね。してよかったよ。そういえば聞いているよ、同盟軍のノアになったんだろう。リーダーです。ああ、今はその仲間を探しているんだ。ファンも同盟軍に来てくれないか。そうか、仲間か。うん、どちらへ行くのが自然な流れなのか。わかる。そうだ、ノア、シャリンメダイを釣ってきてくれないか。縁起がいい魚なんだ。シャリンメダイ。それを釣ってきたら君の仲間になるよ。なんで。多分それが自然な流れだろうからね。なんでなんで。そういう系多いな。もうどこで釣れるんかも調べんの大変そうやな。おめえはい。うんうん、これは素晴らしい。おお、こちらも時代を表す焼き色や塗りがいいじゃないか。うん、おや、君も興味あるのかね。私はヨルハン。そうだな、
骨董品が好きな道楽人さ。また特殊な骨董品集めてこいとか言うんちゃうやろな。さて君はこのずらりと並ぶ壺や絵画をどう思う？もうちょっと屋根のあるところに置いた方がいいんじゃないかなって思います。雨降ったら終わりちゃいます。どれも高いな。わかんの？そう、まさにその通りだと思う。いい目を持っているじゃないか君。は、俺の名前はノアだ。失礼した、ノア殿。以後お見知りおきよ。話を戻そう。そう、ここにあるものも確かに物がいい、それは認めよう。だが何かが足りない。情熱、そして気品だ。どうしましょう。そうなのか。思いを込めてこの世に生を受けた作品が貴族たちの一時の名誉欲のために買われ、飽きたらこうして値札を貼られ、誇りにまみれ棚で過ごすだけとは悲しいじゃないか。悲しい。ああ、どうして貴族たちはノーブルオブリゲーション、この心を忘れてしまったのか。ああ、私は本物の魂を表した作品に出会いたい。探してこい、ケイちゃん。やっぱノーブルオブリゲーションが何かわからないけどとりあえず骨董品を探しに行ってみるよ。なあ、ありがとう。楽しみに待っているよ、ノア殿。あ、めんどくせえやつ多いな。まったく、どいつもこいつも対価ばっかり求めてきやがる。お前らのも立て場のグリルの、あ、そうやな、レシピあそこの町行ってもなかったんちゃうの。見落としてんのか。やっぱ芸術は爆発だ。あ、なんかこいつ持ったような気するな。あ、あんたもそう思うだろ。芸術ってのは自由で、何者にもとらわれてなくって、どんなものを作ったっていいんだ。はあ、つまりは爆発だ。そうですか。そうだ、爆発だ。そうだ、爆発だ。ダサ。分かってるじゃねえか。あ、いけんの？あんたとはいい立ちになれそうだぜ。前こいつ喋りかけたことあったと思うんやけどな。それで俺に何の用なんだ？何か作ってほしいもんでもあるのか？いや別に。俺の町で工房を開いてほしいんだ。あ、工房作ってたら OK なんか。自分の工房か。そいつは悪くねえ。任した。俺の自由な城ってわけだ。だが、そこは本当に俺が自由にやれる場所なのか？鳥かごみたいな場所はごめんだぜ。知らんけど。俺が自由に作れるように。あ、生意気やこいつ。やっぱまずは鉄鉱石だ。それから神秘の木材。そうそう、猛獣の骨も必要だ。こいつ。そうしたらあんたの町で工房を開いてやってもいいぜ。こいつ、俺いらないっすこいつ。なんでこんな生意気なやつ多いの、ほんま。なんだなんだ。素材。あ、うるせえ。いいか。あ、知らん。お前みたいなやつは知らん。仲間にいらん、お前みたいなやつは。結構この町多いのか。あ、なんかお前も。やっほー。あー、わあ、すっごい有名人に話しかけられちゃった。君って同盟軍のノア君だよね。なんかこいつ見たことあるというか、似たやつをなんか見たことある気がするけど。すごい、すっごい。サインもらっていい？幻想水庫で見たんか。いいよ。いいよ、俺のサインでよければ。やった、友達に自慢しちゃおうっと。で、それでそれで、私に何を用かな。もしかして同盟軍に入ってほしいってお話だったり。そうです。ねえねえ、そんな感じ。多分仲間になるなら。仲間を探している。駒がいるんですよ、駒が。ノア君いい人そうだし、いいよ、
って言ってあげたいところなんだけど。おや。でも私を仲間にするなら私の訓練についてこれる人じゃないとダメかな。訓練どうすればいい。私と競争しよう。ほ、町を一周する間に私を捕まえられたら仲間になってあげる。なんかそんなやつおったな。幻想水湖でも準備はいい。幻想水湖でもなんか鼻のでかいやつ、鼻長いロン毛青色スターなんちゃらとかそんなやつ違ったっけ。ああいいよ、今すぐ競争しよう。うん、どう捕まえんね。そう来なくちゃ。じゃあ行くよ、よーいドン。フライングはさせへんかった。俺が捕まえるようなゲームじゃないのね、勝手に。あれ負けちゃった。ノア君すっごく足早いね。ダッシュブーツつけてこれなら私とトレーニングしても大丈夫だね。ダッシュブーツつけて話しかけるのがコツやったのかな。私はエア、トレーニングすればみんな必ず強くなれるからね。鍛えたい人がいたら私に任せて。ほう、どんどん強くしちゃうからさ。そんなキャラなんか、みんなで頑張って最強になっちゃおう。これからよろしくね。どうも。エア元気いっぱいトレーナーってことは戦う系のキャラではないってことかい。ここはなんもねえな。あ、なんか、お、もんも、まずいまずいまずいのじゃ。はあ、まさかあれが大きく育って。いや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 、それはなかろう。あんなにちっこかったはずじゃから。でももう100年は経つか。それじゃ、うん、いや違う違う、わしのせいではない。こんなに可愛いわしが失敗などと。ハリエンのじゃ。怖、一人でこんなやつ。しかしどうしたものか。わし一人でもなんとかならんことはないが、できたら盾として。うん、使われそう。ふむ、いい、お主いいぞ。いい体つきだが無駄にムキムキというわけではない。無駄に、やはりわしのお供はそれなりに見た目が良くないと。なんじゃこいつ。わしの可愛さが薄れてしまう。その点合格じゃ。いや、お主ならわしの可愛さが際立つ。はあ、どうじゃ、わしと共に人助けをせんか。ほんまに人助けか。人助け。なんじゃ知らんのか。この町の東へ行った海岸の洞窟に恐ろしい怪物が救っているという。あの洞窟行くんか。恐ろしい怪物ってどんな。入れへんかったところ。それはその、どうやら昔恐ろしくも天才的な魔法使いが実験をしていたようじゃ。はあ、そこに儀式を施したローレンズを忘れてきてしまって。ああ、ローレンズ系。いや、なんだか実験のせいで生まれた化け物じゃ。またパーティー編成せなあかんのかな。うん、そうそう、あの辺りに船を出す者もいるので恐れているという話じゃ。どうじゃ、人助けをせんか。ああ、人助けはいいぞ。みんなに褒められるし、何よりも気持ちがいい。何やこいつ。お主みたいのはそういうのが好きなタイプじゃ。いや、人助けになる。わかった、やろう。即決。そうそう、そう来なくっちゃな。若者はそうでなきゃいかん。ババアなんやな。それじゃ早速出発するか。行きましょう。ああ、もちろん。すぐに行こう。やる気まんまやな、お前。お、おう。引いとるやんけ。なんだか変にやる気じゃな。妙な性分でもあるのか。
変な性癖です。元気がいいのはいいことじゃ。では最高に可愛いわしが案内してやろう。ついてくるがよいぞ。うい、桃強いんかな。45か。さっきのあいつよりはまだあれやね。まあでもお前を同行者として様子見させてもらうで。よしよし出発じゃ。大丈夫かな。人助けだ。メンバーが不安なんだな。あ、もう一気に洞窟来ちゃうのね。よしよし、ここじゃ。この洞窟のその奥におそらくローレンズを飲み込んだ怪物がおるのじゃ。はあ、さあ行くぞ。怪物退治じゃ。じゃあ、あー、こうなると一旦奥まで行ったことあるけど、まあちょっと様子見つつ行ってみようかな。さあ、ちょこっとレベル上げもしつつやってきましたが、ここで合ってるよね。そうそう、洞窟の一番奥みたいだが。ああ、ふむふむ、やはりここじゃな。ほう、ほう、まだ封印が残ってるな。さすがはわし優秀。言うとります。ん、どういうこと。こいつ、こっちの話じゃ。おったよな、こういう感じのキャラ。今思ったら幻想水湖伝でもさ。ああ、さあ行くぞ。何百年と生きてるやつじゃん、もしかしたら。めっちゃ実はおばばやけど、すげえ魔法使いみたいな、そんなやつおったよね。ふむふむ、そういうタイプやな。そうじゃの、心で実験をしておったのじゃが。実験。あの時のローレンズを飲み込んだやつがいると思っておったが、噂であったか。はあ、ならわしの失敗ではないな。さすがは可愛いわし、完璧じゃな。なんや、こいつでももしかしたら結構強いキャラなんかもね。あの、モモ、その言葉遣いとか、あとちょくちょく気になることを言ったり気になること、どういうことか教えてもらえないか。教えて。なんじゃ、わしの可愛さの秘密か。そっちじゃない。それは無理じゃな、なんと言っても。なんで。あ、いや、そうじゃなくて。聞いたれ。なんだ。あ、やっぱ戦闘来るのね。来るさあ来い。さあ来い言うてもらえば。うわ、あら、あら、ここはなんかトレーラーとかでももしかしたらちょっと見たことあるやつですか、この感じのマップ。なかなかタフそうなやつ出てきました。水門を開けるってなんかあるな。レバーを攻撃して一定のダメージを与えると水門が開いて水位を下げることがあります。届くか。流犯も届くな。誰で殴るべきなんか。融合は残、残は溜めまくらなあかんから、一旦本体一人は殴っとけ。で気を練り肉体を若返らせ、これで若くなるってことやろ。見てみよう。そして水属性のなんかやってきそうやけど、よりによってあれ持ってないわ俺。ツン、前はとりあえずこっちから行きとこ。どうなの、どれぐらいのダメージで水門が開くのか。あは、やめて。わ、スタンかよ。かの、あ、くらえ、若返り。任せてくれ。いいよ。ありがとうございます。ああ、で、うわ、麻痺ってるやんけ。やばい、麻痺は効いてねえぜ。俺先にじゃあこっち、ちょっと待って、英雄コンボは、英雄コンボやってみるか。コンボ
横一列、2つともダメージ入ってんのかな。なんか水門開けた方が良さそうやから、先に水門開けのヒールでいいやんけ。こういう時の状態異常回復、お前には負けんよ。そう、まだまだ、まだまだ私も続きます。どうなの、しっかりしてください。回復しつつズン、よ、耐えた。水門は開く、開いた。これでどれぐらいダメージ入んのかいぞ。まだまだ行くぞ。ちょっとターンかかるやつか。せっかく開けたんやから、あんだけかかってそこそこ強くありますように。で、お前らもコンボ技見しゃってや。で、とりあえず普通の攻撃とどっちが強いのかをちょっと見まして、で、あ、これ殴らなあかんのか。対象に通常攻撃、また、あ、じゃあこれだ。おい、190と80、リュウハンが弱い。合わせてこいよ、青い。おい、指定攻撃どうなの。ズン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 、いける。ああ、まあまあまあいいよ、ナイス、よけ。あれ、あいつ、あっちに移動するんや。結構じゃあ、あれやらすの時間かかんやな。もう一丁馴染みコンボで、前らはどっちが強いのかやんな。こっち移動、葵にやらすべきやったか、リュウハンにやらすべきやったか。お前には負けんよ。何度ぐらい、まだまだ。145と181、まだまだ。どうなの、使えるものは使う。そう、600、いいね。1点取った。やけど、リュウハンにやらすべきやな、あれな。175と、やめて、ダバどんくらい、340、まあまあいいでしょう。で、ちょっと回復も、リュウハンがこっちやな。で、お前らは殴れ殴れ、殴っていい。 SP3 やから殴っていい。イランが回復、葵は葵なりの攻撃なんか持ってへんのかいな。でもって、あそこの水門開けた意味はなんかあったんかいな。ほいほいほい、どうだ、ほいほい、まだいける、無理は禁物。ズンズズン、あれ、あ、あ、水門、ん、あ、なるほどね、水門開けると一旦無駄にした。水門開けるとあそこの600のダメージができるようになるってことか。わあ、これちょっとめんどくせえな、あそこにダメージ与えるの。でも一気に叩くしかないわな。で、みんなして水門開けたって、開いて、よし。あれだけでも300ダメージ分損してるっちゃ損してるんやけどな。麻痺やめてな。おい、デイ、デイ、まあ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 でしょう。ファイヤー効くかーい。からのリュウハンがあっち移動で、たちは殴って殴って、回復なんかもっといいのないの。すべての攻撃を無効化、すごいね。それやってみよう、せっかくやし、まだ見たことないもんな。えい、試してみるか。おい、どんぐらい、
弱い。本来は敵全体へのやつやもんな。あれで無効化。ズーン、無効化。はい、無効化。おい、弱。頼むで。このお前はこれな。ユーゴはそろそろこれ行って、あなたは一回変身したらずっとこのままでいいんやな。ってことはボス戦結構ありっちゃありなんかもね。どうよ、行ったって。600。そら、ズン、しっかり狙って。そこ、ズンズン、倒れちまいな。まだいける。まだかい。無理は禁物。まだなのかい。はい、ゼロ。おい、ほら、いいよ、行くぞ。まだ全然まだ。流犯はで多分水門がまだ閉まるから、ここはゴリゴリダメージやね。ゴリゴリダメージを与えていきたいけど、お前らはコンボの方がダメージ入るんちゃうか。トン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 。リュウハンが弱い。行きますよ。うん、うん、よよよよ。どうよ、どうよ、どうだ。おい、痛い。やめ。で水門下がって、それ上がって、一旦でも稼げてんのか。あれ、クラーケンの足、クラーケンの足が水門のレバーに絡まって水門を開けることができません。これは足をひたすら殴ることで開くんか。どうなんだ。一応殴ってみる。3。いきますよ。リュウハン3。リュウハン弱い。やめて、麻痺やめて。取れたけど、どうだ。あ、そっち殴んのね。っていうかお前ら2人は普通に火力あるね。どうしよう。一応攻めるで、攻めて攻めて、開けつつ、状態上回復できない。殴る。はい、うい、開け。あ、そんな攻撃持ってたのあなた。で、相手頼むで。え、もうやらしてや。まだか。ちょっといい感じに HP 減ってきてますね、みんな。で回復やな。回復の葵を水門閉まる前に移動させるしかないよな。これをこうして、で任せてくれ。無理は禁物。ありがとう、バカタレ。いいダメージ受けてますね。どう、行くぞ。まだちょっとやばいんちゃうか。心配になってきた。英雄コンボはまた使えへん可能性が。てか流犯が今ダメだ。これはまたダメージ受けないやつ。あ、しまった。600のダメージが、あ、普通に攻撃してもうた。あいつバカだな。青いバカだな。おいおい、青い帰ってくんなよ。そのままそこにいろ。よし、よこよこ。まだもう一発受けいけるよね。頼むで。何もできんなお前は。殴って殴って。お前はやば、 MP がねえぞ。頼む、終われ。600。まだか。そ
結構硬いこいつ。これでしまいだ。あ、いったー、ギリー、エッチョ上がりだ。 MP ギリー、お金3万5000ありがとう。この道に終わりはないぞ。 OK、 なかなか大変やないかい。で、私は最強で最高に可愛いな。はあ、そうじゃろうノア。お前使ってないけど。はあ、一体何だったんだ。はあ、それにあの魔導法ってのも。ふむ、あの時なくした儀式済みローレンズは回収できたので、わしのミスも帳消しになったからの。そうなの。教えてやろう。うん、わしこそはモリアーティ・ガルニスタイン、東大切っての偉大な魔法使いであるぞ。メロールタイプ。数百年の長き時を魔道の研鑽に捧げた成果が今のわしじゃ。メロールとなんか。そしてここはかつて多くの場所に作った研究室の一つであった場所じゃ。はあ、まあちょっとした事故で放棄したんじゃが。驚いたであろう。わしがあの偉大な魔法使いだということが分かったのじゃからな。はあ、よくわからないんだけど、見た目は可愛い女の子だけど、本当は数百年生きてる魔法使いってこと？いや違う。数百年ってのはやっぱり違うのか。それも違う。可愛い女の子じゃない。さっきから自分で何度も可愛い可愛いって言ってたけど、男の子じゃ。そうなのね。え、あ、あ、はごめんな。はあ、多様性の時代やもんな。あれ、宝箱取らせてくれへんかった。君が男だってのは分かったけど不思議であろうな。はあ、ノア、特別に一つだけ教えてやろう。何でしょう。良いか、よく聞け。数百年の研究の末にたどり着いた究極の魔導の秘密じゃ。うん、ほれ、人に聞かれては困る。ごくりごくり。可愛いのは正義じゃ。研究の末の成果とはこれで全て納得がいったであろう。まあでも数百年でこの見た目を保ってるっていうことはなんかあるんでしょうね。というのは分かったよ。まあいずれはお主にも分かるかもしれないの。はい、それじゃお主の城だか町へと行くぞ。おい、お主は同盟軍のリーダーとして戦っておるのじゃろ。うん、わしがお主を勝利へと導いてやろう。わしの魔法と可愛さでな。よろしくどうぞ。なりました。可愛いこそ真理これでお主の勝利は間違いなしじゃ。言うとります。ありがとう気使ってる。オッケー、じゃあまあ一旦区切りがいいと思うので、この続きまた次回プレイしていきたいと思います。あと何人集める必要があるのかな。それではまたよろしくどうぞ。